ホロライブで1万歩、うわー、いっぱいいるな、いっぱい選べないと、いっぱい選べないと、何万はポンコツですね。そうですね、あ、分かってしまうと皆さんの考えが、あら、誰を、誰をいけないのか、じゃあシンキングタイムスタート。さあ、けど自分は思うポンコツでいいですからね、うん、まあそうですね、はい、私なりの一番そうです、ね、ポンコツだと思う人、うん、分かってしまいます ね、はい、今パッて思い浮かんだポンコツ、まあね、揃わなきゃいけないっていうのもありますからね。はい、これね、2人が一致してたらもう正解なので、間違えてもまあ大丈夫です。一人大喜利しても最悪大丈夫最悪大丈夫大喜利してもらう、これ全員揃っちゃったらなんかその方がやばい、どうですかね、じゃあかけましたかね、皆さん。わかんないけど、わかんないけど、いけましたか、あ、書いちゃったと、じゃあシンキングタイム終了。さあ誰がさらさら、ここでなんか、ね、6人合いそうな気がするんですよ。確かにちょっとあの、のどこちゃんから言ってみらってもいいですか。誰がのどこちゃんが思う一番ポンコツなのは、あ、お二人で悩んでいるんですけども、はい、お二人でもいる、二人もいるって、のどこちゃんが思うポンコツはちなみに、みこさん、あー、そうみこちか、なるほどね、あー、じゃあ A ちゃんは、いやごめんね、ロボコさん、数字以外もここでもツートップということで、